イザヤさん、君は頭がいいね。彼女があんな状態になった原因が自分にあると分かってる。感情に飲まれて俺に殴りかかってこなかったことは称賛に値する。頭が高いぞ。意識不明か？目を覚ますといいね。ま、いいんじゃないの。どういう意味っすか？今のは俺に怒りを向けて当然だ。一つだけ忠告しておこう。逃げられないって。過去ってやつはお構いなしに君のことを追い回す。ひたすら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 。未来でさえ確定してない世の中で過去は確かに存在している。何が言いたいのかさっぱりわかりません。君はもう彼女から逃げられないよ。彼女への罪悪感は過去となり、彼女は君にとっての神になる。